フロリダフレームデニス・ジョンソンは、アメリカ合衆国のバスケットボール選手。カリフォルニア州サンペドロ出身。ディフェンスの名手として知られ、NBA オールディフェンシブチームに6度選ばれて、80年代のボストンセルティックスの黄金期を支えた。シアトルスーパーソニックスペーパーダイン大学出身。1976年の NBA ドラフト2巡目29位指名と、 開始名でシアトルスーパーソニックスに入団した。入団3年目の1978年のプレイオフで1977年優勝のポートランドトレイルブレイザーズとデンバーナゲッツを破り NBA ファイナルに進出した。ファイナルの対戦相手であるワシントンブレッツはウェス・アンセルドーとエルビン・ヘイズを擁したベテランチームでソニックスは3勝4敗で惜しくも敗れた。 翌年の1978から79年も NBA ファイナルに進み、再びブレッツと対戦して4勝1敗で優勝し、ジョンソンはファイナル MVP を受賞した。しかし、チームにおけるジョンソンの評判は悪化し、自己中心的なプレイヤーとして、監督のレニー・ウィルキンスからも、ジョンソンはチームのガンだと言われた。 フェニックス・サンズ1980年にフェニックス・サンズに移籍した。ジョンソンは選手としてさらなる名声を高めて、主にシューティングガードとして活躍し、ソニックスでは2番手か3番手の選手だったが、フェニックスではチームの主な得点源になった。ボストン・セルティックスボストン・セルティックスはプレイオフで何度かフィラデルフィア・セブンティシクサーズに敗れていた。 セルティックスのゼネラルマネージャーだったレッド・アワーバックは、ジョンソンのディフェンス能力を高く評価しており、サンズから獲得した。セルティックスは、ラリー・バード、ケビン・マクヘール、ロバート・パリッシュ、ダニー・エインジを擁して黄金期を築き、1984年と1986年に優勝した。バードは常々、DJ は、一緒にプレーした中で、最高の選手だと語っており、 二人のコンビプレイは見るものを楽しませた。特に1987年のプレイオフ、タイピストンズ戦で見せた残り5秒からの奇跡の逆転劇は伝説となっている。また、1984年の NBA ファイナルでは、前半こそ調子を落としていたが、4戦以降目覚ましい活躍を見せ、得点はディフェンスでマジックジョンションを苦しめ、優勝に大きく貢献した。 セルティックスのスカウトやアシスタントコーチを務めた。その後、NBA デベロップメントリーグのオースティントロスでヘッドコーチとなったが、2007年2月22日に練習後、駐車場へ向かう最中に突然倒れなくなった。死因は心臓発作であった。ジョンソンは非常にディフェンスに優れた選手だった。スティールがうまく、 相手がスティールされたことに気づかないこともしばしばあった。またガードについては背が高く腕が長かったためリバウンドも得意とした。攻撃においては初期は無理にペネトレートしたりあまり得意ではないジャンプシュートを打つこともあったがボストンに移った頃には攻撃の起点として見事なアシストを見せチームプレーに徹していた。また決して足は速くなかったが 独特なステップでペネトレートし、得点、あるいは相手のファールを誘った。接戦に強いことでも知られ、それまで不調でも4区オーターになると、多くのシュートを成功させた。大学ではフォワードであったこともあり、ポストプレイも上手かった。また競争心が強いことで知られる、ラリーバードをして、DJ は俺より競争心が強いと言わせるほどの負けず、嫌いだった。 ありがとうございます。